今年の選抜出場校を予想します。まずは北海道は北海、東北の青森、山田と八戸学院光星は確定とします。残る1枠は、一関学院と学法、石川が争います。一関学院は東北優勝の青森山田に4対0、学法、石川は八戸学院光星に1対0となっています。光星がその後、山田にノーヒットノーランに抑えられている。しかし、学法、石川は1以降、2校倒すなどして3勝した点。元仙台育英の佐々木監督といった話題力という点から、学法石川と予想します。続いて関東と東京ですが、佐久、新学院山梨学院県大高、佐紀上総学院関東1は確定です。残る1枠は、中央学院と東光学院と創価で争うと予想します。中央学院は、初戦で栃木2位の白鴎大足利に、東光学院は、栃木3位の文星芸大附属に勝利。中央学院は8点差、東光学院は3点差となります。白鴎大足利は栃木の準決勝で文星芸大附属に完勝。次に負けた相手が中央学院はベスト4の県大高崎、東光学院は準優勝の山梨学院にいずれも惜敗だが、初戦の結果を考慮して中央学院と予想します。創価は決勝での点差が3点差のため、厳しいとし、中央学院と予想します。北信越は、まず星稜と敦賀気比は確定、3枠目は日本航空、石川と予想します。北陸は県1位、日本航空石川は2位だが、1位の星稜は北信越神宮と優勝し、神宮枠をもたらしました。準決勝も北陸は5点差、日本航空石川は1点差と好印象。被災した能登半島にある高校で、その人たちのためにプレーする姿は活力を与えてくれるでしょう。東海はまず、豊川と愛工大名電は確定、3枠目は宇治山田商業と予想します。優勝した豊川に準決勝で1点差、藤枝明誠と同じ県1位以降、という点からこれを覆すような評価はないと判断し、予想しました。近畿はまず、大阪桐蔭京都が偉大西京都国際耐久は確定、残る2枠は、報徳学園大海、履正社スマ勝風となります。この中で、優勝した大阪桐蔭に惜敗した報徳学園は地域性1位も相まってほぼ当確。残る1枠は大海にしました。大海との対決に勝った京都国際は準決勝で大阪桐蔭に完敗しましたが、地域性1位と被っている点が多く、同様の理由で選出されるのではと予想します。中国は、光陵創志学園、四国は高知阿南光でほぼ確定です。九州も、熊本、国府明豊東海、大福岡上村学園でほぼ確定です。一応、逆転の可能性もありますが、四国は地域性、九州も同様に地域性という面で少し厳しいと考えます。最後に21世紀枠は、別海と田辺で予想します。別海は、少人数の部員ながら、北海道大会ベスト4、出れば高校野球史上、最東端の甲子園出場、人口の8倍有志の数など、困難克服は大勢が、他と比べてもかなり盛んな印象を受けました。田辺は、私立和歌山、智弁和歌山と県の強豪校を次々と撃破。近畿大会でも、京都国際に惜敗と奮闘しました。また、21世紀枠に、和歌山の伝統公立校が選ばれるケースが多く、田辺もそれに該当します。私的には、21世紀枠のチームの中で、甲子園で一番勝てそうな気がします。以上で動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。